はい、皆さん毎度毎度ヘア方の希望の写真とね本人様のねまあ土台が違いすぎるとヘアカトログ見でさこ,のこういう風なヘアスタイルにしてくれっていう場合大体はみんな同じページの同じ子を指すよね不思議なもんでねやっぱりモデルさんを選んでるっていう感じヘアスタイルよりそれこそねそのページだけ擦り切れちゃうじゃないけどねそのままやっても似合わないからまああの秀山先生毎度ね 似合わないっていうと、なんか微妙な感じかもしれないけど、実際はさ、もう頭が爆発するとかね、でっき頭になっちゃうとかね、こ,こ切りすぎて顔丸出しになっちゃうとかね、あと部屋型に乗ってるような若い方の頭はね、あのボリュームダウンさせるってうのあるから、ちょっと長めにトップを切ってたりするよね、若い美容師さんのね、切り方ね。それやっぱりある程度の年齢 ね、マダムまでいかなくてもね、30、40ぐらいになると、今度やっぱり潰れてくるからね、頭がね、と今度、ボリュームを出す方向に、カットの方向性変えていかないとね、だから何回切ってもなんかおかしいみたいにね、全然なんかボリュームが出ないとか、上がぺったりしちゃうとかね、ふんわりしないとかね。 あと若い美容師さんのね美容室に行くとね、あのヘアカタログ通りには切るんだよね、土台が違ってようが、何がどうだったってね、構わずねそのヘアカタログ通り切っちゃって、そんで仕事終わらせちゃうんだよ、でお金払ったら、はい、邪魔だから帰ってくださいじゃないけどね、でそれ多いよ、よくこういう話はよく聞く、で若い美容師さんだとね、そっからね修正してね、納得させるっつーの、それができないっていうの。で あ、多分ねあの、ヘアカタログ通り切っただけでもうね、体力全部使い切ってんだと思う、だからもうそこからね、なんか修正するっつったら、ええー、ってんでね、ここ切ったらバランスが悪くなる、そっち切ったらどうなるって、でへりくつ言っても、ハサミ持ちたくなくなるんじゃないかなと思うんだよねだから美容師の仕事ってやらね。 修正しまくるのが仕事だよね、あのヘアカタログ通り一1回切っちまわないんで、だからそこまでいかに早く切るかね、ここまででね体力を8割残していかないとね、8割使っちゃったらもう負けだよね、いかにもう最初の,あの打ち合わせで長さ決めて、まあ、こんな感じ、あんな感じでそこまで本当に2割の力で切って、残り8割はすべて修正にあの力を注ぐっていうのカットはね、あの黙々と切ると大体失敗するよね。やっぱり ちょっと切ったらやっぱりコミュニケーションを取るっていうの常にこまめにね長さを聞いてるっていうのはい長さどう、長さどう触ってごらんっ,つってねやっぱり2ヶ月おきとかね毎月カットしてる人ってのはねあのは本当に言ってくることが意外と正確なんだよねで的を、まあ、ついてるっていうのただ半年おき、1年おきに切る人っていうのはね触ってごらんってってもね考えてる時間が長くてね で全部切ってみなきゃ分からねえとかって言うしね、だから本当にそういう方はね、割り増しにちょっとするか、2人掛け持ちで切っちゃうといねあね、あの考えてる間に違うおばちゃんかなんかのねちょろちょろと切ってね、ほんで、まあ、考えが収まると大体手の動きが止まるからね、そしたら戻ってて、またちょっと長さ切ってね、ほんで、もって考えさせてね、またおばちゃんのカット続きやってね。 掛け持ちでやっちゃうのが一番だね最近はね掛け持ちでやるったってさ掛け持ちで来ねえからお客さんうちあたりはやっぱまあいいんだけどね一人付きっきりになってねこうやってのんびり今切ってるなんだかかつらのカットしてんだよ今ね <laughs> うんだやっぱり伸びない髪の毛切んなきゃいけないからちょろっと少しずつ切っていかなきゃだめでさよく打ち合わせしてから切んねえとさ切りすぎちゃうかんねだからやっぱりかつらのカットって怖いよね とんでもやっぱり多分かぶんねえと思うけど、切ってくれって言われると切らざるを得ないんだよね。はい、お疲れ様でした。